ネット大河内はじめろうさんは兄弟愛が重すぎるからラウダはやべえキャラになるぞに対する曇らせ隊の反応集。まさかここまでやべえとは。やべえキャラでしたね。最終章22話でお出しするとは思わなんだ。大河内といえばブラコンだから仕方ない。本当に歪んだ兄弟書かなくちゃ気が済まないんだなこいつってなった。それが性癖というか趣味だから無理やりにでもねじ込みたいんじゃない？7リートロロもなかなかでしたね。最近ギア済みたけどロロヤバすぎて笑ったわ。7リートロロはヤバかったな。大河内のシスコンもやべえぞ。次はファザコンかマザコンかな。マザコンはクワスレッタだったんだろう。今は違うが。ファザコンはグエルでは？もう意味不明なブラコンは性癖だと思った方がいいよ考えるだけ無駄だ。ラウダはなんでこんなに兄ちゃんが好きなの？だってほら、兄さんがグエル。ただの兄弟じゃなくて同学年イボ兄弟も脚本の趣味そう。仮に性癖だからねじ込んでるとして、何が彼をここまで。いや性癖に理由なんてないのかもしれんが。ミオリネに騙されているてここまで来ても兄さんのことは嫌いにならないんだ、ってびっくりするわ。作品として家族っていうのが誰にとってもかけがえのないもので、その上ラウダは特に兄さんっていうのがすがるもので自分の中心だったのがでかいと思うソフィが自分のこと好きでいてくれる家族を求めたり他メインキャラの親子関係だったり、兄さんに対して黒い感情を抱いてもそれを真っ先に本人に直に面と向かってちゃんと話してくれればよかったのにってぶつける強さがないからラウダ目線の黒い感情の原因であるミオリネにぶつけようとしてる。でも兄さんに向かって攻撃してるから、変わってしまった兄さんなんて邪魔するなら死んでも構わないって感じなんじゃないか。あれ牽制とか威嚇射撃じゃないよなヤバすぎるやつだしもうブラコンには戻れないだろ。これでラウダがやべえブラコンのまま兄弟仲良く手を取り合って生きていきますな兄弟エンドだったらラウダに都合が良すぎんか？これで兄さん支えるの止めます。その分ペトラを支えるね。兄さんは一人でも大丈夫だろうから頑張っていいだと、それもどうなんだ？って感じ今までのブラコンなんだったの？って思うしどう転んでもこいつさ、勘が拭えないんだよ。今までのブラコンはダメな描写だったということで兄離れしてブラコン卒業しよういろいろ重なったことに同情はしてもミオリネみたいに塞ぎ込むならまだしもちょっと攻撃性が異常すぎる。ミオリネ乗ってる線に攻撃してみたらグエルが車線に入っていいと思ったけど理想の兄じゃない今のグエルなら本気で攻撃するとかになるんかな次回はよー。ギアスぐらいしか知らないけどこの人他の作品でもクレイジーブラコンキャラ出してるの？ブラコンというわけではないが、大河内が書いた小説では実前を手ごめにした兄貴も登場している兄弟姉妹に性的なあれこれをぶち込むのも大好き。ラウダがブラコンになった明確なきっかけはないんじゃないかな日頃の積み重ねで今のラウダが出来上がったんじゃない。1話からなんかなありキャラのこと兄さんって呼んでる奴がいた時点で気づくべきだった。1話から株買っといてよかった。グエルが落ち込むミオリネに膝をついて優しく気遣ってたけどこういう優しさをラウダも小さい頃から享受してたのかなそりゃお兄ちゃん大好きになる。父親殺しを聞いてヘイトがミオリネへ向くので重傷なんだよな。ブラコンだけだとまんまロロになるからペトラとの恋愛要素も入れて緩和したのかと思ってたんだが、次回以降、グエルだけじゃなくてペトラのことについても何か言ってくれないとマジでまんまロロになるぞラウダは。ペトラのこと好きでも今のラウダにペトラはもったいないと思う。ラウダにグエルももったいねえよ。次回目を覚ましたペトラからのフェルシー経由で通信受け取って正気に戻るとかじゃない？いやほんとなんで2期にいきなりペトラとの恋愛フラグ突っ込んできたのかわからないなんで？ペトラとくっついて週割りならブラコンキャラにする意味あった？って思うし。おかしくなる重めのトリガーとして重傷にさせる関連深いキャラが必要だったのでは兄弟対決させたいならグエル本人は重傷にするわけにはいかないし。そもそもペトラとラウダってくっついてたっけ？最終的にペトラとくっつくにしてもブラコン要素を入れたかったんじゃね。そういう性癖だから。相手の女性を年上にしたくなる深海誠みたいなものなの。あとロアク的なことも大好きなんだ話のクオリティは信用できるけどいつロアクぶち込んでくるか一切信用できないよ。
新海誠はプロデューサーから首をはめられたらそこそこおとなしくなる、大河内は監督からはめられた首輪をこっそり外してロアク的な話に仕立て上げる。7リートロロのルルーシュ愛も異常だったからな。歪んだ兄弟愛とかそういうのじゃなく、ただ雑とか意味わからんとかそういう言葉しか出てこない。ぶっちゃけ怖いミオリネに切れるのはまだわかるけど、何で大好きな兄ちゃんに攻撃できるの？ミオリネ、元さん、右わかる、ミオリネ殺す、右まだわかる、周囲の人間巻き込んでも構わん、ミオリネ殺す、右わからない、敬愛してる兄も攻撃、右何もわからない、こんなイメージ、今のラウダは兄にまで攻撃して何やりたいの？変わっちゃった兄さんなんて支えたくないし、兄さんじゃないってか？マザコンのスレッタ、ファザコンのグエルシス、コンのエリクト、ブラコンのラウダ。しんどい。とてもしんどい。ラウダはグエルは知らないけれど兄の味方で、父を殺してしまったことを気に病んでいるグエルを支えて、グエル本人が否定しているグエルの性を肯定するみたいなポジションだと思ってたのよ。第一クールからブラコン描写あったし、あれくらい荒々しいブラコンなら父を殺した兄だけど、それでも好きが納得いくだろうと思って、でもグエルは一人で再起したし、ラウダはよくわかんないけど少しずつ曇っていくし、あれ？ってなって頭抱えてる。多分テイマイのことを思って自分危険から遠ざける兄姉と、それでもそばにいたい、理解したい、止めたい、テイマイを演出したいんだって予想してるんだけど、それでもここで乱入して喧嘩するのかって感じ。タイミングが本当に悪い。本当にタイミングだけが悪い。グエル VS ラウダを先にやっちゃうと、エリクト VS スレッタの問答にあれ似たことやったよねってなるから、ひとまとめにするんだろうけど、場面の状況的に本当にタイミングが悪い。多分来週の戦闘演出はエリクト VS スレッタとグエル VS ラウダが入り混じって派手で面白いことになるのは確定してるから、そこは心配してないんだけど、重要な局面で私用で乱入して場をかき乱すのはちょっとヘイト管理大丈夫ですかって思うんですね。ラウダってブラコンなんじゃなくて、グエルのこと絶対に管理下から外したくないだけなんじゃね？ドラマ CD ロッカー管理公式二次創作じゃなくてマジでやってそうな怖さを今回感じた。というか公式がお出ししたやつだから実際にやってるんだよ。ラウダのムーブが怖かったから二次創作みたいな扱いされてただけで。確かに他のキャラは全くおかしい様子はなかった。ラウダだけがおかしかった。ラウダがおかしいから、まあ二次創作だろ笑い認定されてただけだからな、多分マジでやるぞラウダ。他の人よりも兄よりも理想の兄を支える弟な自分が一番好きなんじゃないかと思えてきた。もしかして兄が離れて落ち込んだのは支えられなくなってアイデンティティが由来だからじゃなくて、兄の面倒を見る時間が減ったからなんじゃないかなと思ったな。グエルが把握できる範囲で何かやらかしても怒らないが、把握できる範囲を超えるとイライラするんじゃないだろうか。それだと兄が自分がいなくてもたくましく凛々しく今までより強く成長して帰ってきたっていうのもあるのかも。グエルだと分かっていたら多分攻撃しなかった。ビムよやべえやつだった。なぜかノベライズを任された 8MS 小隊では危機を暴行の末に自決させるという悪趣味展開ぶち込むという、二次創作の素人でもたまにはクバッドエンド中地味た作風を隠している。どうせ闇落ちするなら光のブラコン描写より影ある描写入れて欲しかった感ある。一応ほんの少しだけあったじゃん、ほんの少しだけど、兄さんならこの程度の攻撃で落ちるはずないという変なこじらせ方してるようにも思える。一話から推しとして追ってきた身としては、一応なんでラウダがこんな行動に至ったのか解釈はできるけど、一から説明するのはちょっと恥ずかしいな。一応来週の答え合わせ見てからにする。父親殺しを理由に攻撃してきた方が理解できるから、そっちにして欲しかった。自分の決めた最善の道を兄さんには歩んでほしいって気持ちは結構感じてる。退学させたいビムと止めたラウダハマルで、グエルの教育方針で揉める親みたいだった。まあ言うてまだ18歳だし、波の虫になったヒロインしかりゅわーってなっちゃったんだろう、こんな時に。だが別にラウダの兄さんを支えたいと思う気持ちは間違いじゃないんだよ。複雑な家庭なのに兄を敬愛してるの偉いよ。何でこうなってしまったん？地球の虐殺やらクワゼロ見て怪我したな兄さんをになっちゃったんだろうな。父さん殺めることになったのも元はミオリネの婚約者ゲームなせいだと。このままだと兄さんは破滅するから、そうなる前に僕の手で終わらせるみたいな。
グエルは父親と弟にグエルはすごいやつだけど危ないところもあるから自分が見てやらなきゃダメだ。って思われてそうラウダは父親と恋人を失った過度なストレスと兄の変化でメンタル崩壊した感じがある。恋人まだ瀕死だから。この脚本家の作品に出てくるシスコンブラコンキャラは結局どうなったんだ？どっちかが死ぬ感じ？それともシスコンブラコン続行する感じ？それとも恋人できて卒業？ゴードリアスの場合、超ブラコンの弟は兄である主人公を守るために死ぬ超シスコンの主人公が超シスコンの妹を残して死ぬ。結局みんな死んでるじゃん。ラウダはペトラいるから死ななさそうだけど不吉だなおい。ロロの場合、ブラコンが行き過ぎてシャーリーを実質殺したようなもんだからその報いではあるんだよな。ビムとラウダのグエルへの感情、多分これがグエル兄さんにとって最善なんだだと思う。ラウダは精神崩壊しておかしくなって暴走してるんじゃない？ユーシーの暴走時のリディと似たような精神状態なんだと思う。最愛の兄を手にかけたら止まるんじゃないかな。相手が好きというより、好きだから支えてあげているという体を取って相手が自分の理想と外れた行動を取るとこんなに世話してあげてるのにと攻撃を始める無自覚の支配型メンヘラじみたものを感じる。結局自分の機嫌が一番大事なタイプエア、かなアリウスラトだけども。やることがミオリネを殺すになるのはペトラとグエルのことよりも自分が大切なんだなとわかる。解釈違い絶元タイプなんでは。ここ最近はほぼメイン脚本家さんが手掛けてるんだよね。しかしこれでも抑えてる方なんだぞ見るか？全力を。これ以上のブラコンって何？ギアスのブラコンキャラは主人公が大切に思う存在に嫉妬して殺してたな。水星の魔女で言うとスレッタやフェルシーを殺すようなもの。これで兄弟が和解して両方生存なら別にいいよ。グエルがマリーダみたいにラウダを諭して死んだら目も当てられないなと思う。これもしかして今まで溜まってたストレスが爆発してる？今までは水星女あって叫んだりミオリネや水星女をいびったり、グエル支えて心が満たされたり、その兄がいない間はペトラがそばで温かく支えてくれたり、でギリギリの健全さを保てて、いるように見せてたけど、忌むべきガンダム彼からしてミオリネの罪の象徴を自分に内緒で作っていた。ストレスの一つだった父の死は兄が起こしたものだった。兄はそれを話してくれなかった。自分が離れている間に支えてくれていたペトラが重傷を負ったとかのストレスでたまに溢れてたストレスのダムが本当にぶち壊れた。みたいな OP でもやってる神いじりとかでも神経質なキャラで通ってたし。あの様子のおかしいラウダこそがラウダだったんだなって。水星の魔女はこれでもマイルドな作風だと思うよ。ブブブやギルティクラウン。ギアスを見ていると特にそう思う。ギルクラの場合は吉野と共同だからそれで学生のバカみたいなノリになっている節もある。ちなみに吉野博之が脚本家へ転身したのは大河内からの誘いがきっかけ。米山高さんはルパン三世 PA リツイート後で文芸担当してたからおそらく大河内が引き抜いたんだろう。最近だと魔王学院のサブ脚本とかしてるけど。方々で言われているけどラウダ右グエルってか干渉管理というかビムに近いんだよな。ドラマ CD のグエルが放任寄りで最後にまとめるタイプなのもあってビムを近くで見て育ったゆえにグエルは父さんに従順になりラウダも兄さんは僕が支えなきゃとか干渉気味になったんだと思う。つまりビムが悪い。個人的には水星の魔女はかなり優しめにしている方だと思うよ。コードギアスの血染めのユフィやギルティクラウンの地獄と比較すると死亡者を少なくしてる方だと思う。コードギアスは見れなかったのでえぐみは減らされていると思う。そもそも世界規模の戦いと言いにくいからな。水星オーバーライドがヤバくなると地球丸ごとやられると言われたのは今回だし、言うて兄弟の戦いはともかくガンダムに乗ってってのは財団 B の意向もあるからな。シュバルゼッテが財団 B にねじ込まれた可能性もある。争いや戦争を好む財団らしいな。ベネリットグループやアナハイムなんて軽く超越するガンダム最強の組織だからね。今まで脚本家さんとか全然意識してなかったけどこうも変わるもんなのかって驚いてる。尺とか反則とか色々あるんだろうけどさ、よく考えると案外キャラ一貫してるのかもね。キャラ一貫してるけどそれはそれとして空気読めと思う。まあグエキャンの時もうちの水星女はしてたしな。被害に遭った大切な人に寄り添うより加害者を攻撃するタイプなのかもしれない。
一番の加害者はビムなのにそれを避けるあたり無意識的にあるんだろうなーって思った。イハハ兄弟好きも兄弟での戦いがあるだろうなってそれを心から覚悟してたかどうかで感想が違うだろうな。彗星は視聴者からもこれ来るかなって言われてたような王道展開が多い作品だからそれが起きても受けけ止める覚悟ができていたか、それを楽しめるかで変わってくるなとエボ兄弟に限らずロボカテのいろんなスレ見てて思った。視聴者も虚構の中にある現実を直視することが大切。正直シュバルゼって発表された時からこの展開は予想していた。あとはパーメットスコア限界値上げしてハッピーバースデーで兄弟過去が判明するかなんだ。どうせパーメットで苦しむなら幼少期に脳焼かれた瞬間が見たい。でもギリギリで生きてほしい。みんながみんな抱えた罪は生きてこれから償おう。プリプリは最後変わったから殺れなかったし、ルルーシュも復活したからそろそろ我慢できなくなってると予想してる。言うて重すぎるか？ミオリネを恨む理由にペトラ学園もちゃんとあげてるし、そのためなら今回兄だって攻撃してる。むしろペトラ変わってしまった兄になった描写かと思ってた。それならペトラについてあげればいいんだよ、まだ生きてるんだから。今回の攻撃ペトラのペの字も学園のガの字も出なかったからじゃないですかね。言うてあれ喋る暇なかったじゃん。兄と話してるからそうなるんじゃないか。むしろグエルと話してるのにペトラとか学園の話されてもおかしくね。ラウダは兄さんに近づくジェターク妖精を排除してないからマシなブラコンだと思う。一部のジェターク妖精にはしてるんだよな。ロッカー検閲プレゼント処分手紙勝手に読んで返事を書く。7月の友脱いです狙ってます。界隈としては集団幻覚の通りになりすぎて怖いというか。うん、変人なのは兄マンラウダだけでいいよ。共感はできないが理解と納得はできる。ラウダもメンタル崩壊しておかしくないような苦境に立たされてきたわけだし、ただできればシュバルゼッテで出撃とかじゃなくて殴り合いくらいで済ませてほしかったわ。これで死人が出たら目も当てられないぞ。ミオリネを殺したいなら普通に生身で包丁を隠し持っていけばよかったのに、グエルの弟なんだから面会できる立場でしょ。ミオリネを殺したいならシュバルゼッテ乗る必要あったかなとは思う。瀕死どころじゃなくて即死にしてやりたかったんやろ。それに、キンクヤがビムの息子やし。ビムの息子だしで様子がおかしいのを全部説明できるのパワーワードすぎる。そもそもラウダ視点だとミオリネに協力してる時点で地球武力弾圧役はゼロで、なんか目論んでる集団だからそんな懐に入れるような集団に見えてないのでは？ブブブ、ギルクラで警戒していたのは正解だったか。大河内のブラコンキャラなら中途半端にペトラの存在とか出さんやろ。ブラコンの割に恋人作ってたりすんごい中途半端な印象あるわ。ブラコンシスコンキャラが途中で恋人作るとか珍しいパターンだと思うんだよ。ペトラとラウダの匂わせ出たのはサブの中西康弘脚本会が先なんだよな。さすがにそこは打ち合わせしてるだろ。デート云々の話はメイン脚本家が担当してたぞ。どこまで行ったの？の下りは大河内脚本会だね。一応今回全然喋ってないからネジどのくらい会話するか知らないけど、そろそろ父親のことにも言及するよな。初めて知った時の独り言でしか触れてないの怖い。あんだけ話題になったけど前回の弟の出番なんて5秒しかないんだ。父さんを殺した兄さんが憎いとか、ペトラを傷つけたシャディクが憎いとか、きっかけを作ったミオリネが憎いとかならまだわかるんよ。まだあの女に囚われてるんだねはわからんのよ。グエルにとってもミオリネにとっても互いに一度もそんな時期ないっていう。地球でのテロで兄さんがミオリネに汚されたからのなのにまだミオリネの味方をするんだねやと思う。てかラウダ目線のミオリネは諸悪の根源だな。だからラウダみたいなことが起きちゃうからグラスレイに責任を背負ってもらったりする必要があったんだけどね。これがあるから交渉成功させれそうだったのもあるから悪いところとは言えないんだけど、甘さが裏目に出たというか。これでラウダ死亡ならまだ自分で責任取っただけマシ。グエルのメンタル死ぬが、グエルや他が死んだら目にも当てられん。あの女ってスレッタでいいんだよね。それは来週次第。ミオリネでしょ多分。今のラウダにとって彗星女は空っぽのようなしだし、というか貴重な戦力のグエルがラウダに取られた時点でヤバいんだ。最終決戦前に終わらせないとスレッタたちの死亡フラグ及び負担が増えてしまう。
一期終盤にシュバルゼッテが発表された時からまあこうなるだろうなとは思ってたんです。でも弟くんがこうなったきっかけが来週ちゃんと判明するかは来週にならないとわからないんです。自分も兄弟推しとしてはむしろご丁寧に積み重ねありがとうございますって感じではあるんだが、半分妄想も入ってるから来週起こるであろう言葉のぶつかり合いを拝まないとはっきりわからないところはある。とりあえず来週だな。